今日もかわいい筆文字を書いていきます。まず書いていきますね。今日依頼がありました。お父さんお母さん、近婚式おめでとうということで書いてくださいということだったので、まず書きます。で、その後に、えー、説明をしていきますね、書き方の。まずは書きます。 金式はこの金色のペンを使いますね。 こんなな感じになりましたお父さん、お母さん、金婚式おめでとうって書きました。とご連絡なんですが、こういう筆文字書けたらいいなーって方、今上にポチッと押すとこ出たと思いますが、オンラインで筆文字の講座もやっております、えー。書いてみたいな、書けたらいいなって方、ぜひとも見てくださいあの。このブログが見れるんですが、ブログの方は受けた人たちの字も見れますし、またあのそ,しそこから申し込みもできます。詳しくはこの動画の最後でまたお伝えしますね。 えー、では、えー、伝えていきます。ひらがなはですね、今また上にポチっと出たと思いますが、そこから、えー、見れます。あのいっぱいひらがなの動画上げてますので、そこ見てください。漢字の方いきますね。お父さんの父ですね、下から太い細いで下ろします。あ、えー、上げます。ここ細くいって、また下から太い細いですね。最後は細くから太くです。太い細いでこういう感じにして。 普通に書いて。下からまた太い細いで、最後太くです。こんな感じですねで。お母さんの母ですね。お母さんの母はですね。こんな感じで四角を書きます。太いとこと細いところを入れて。であとは細くこうですね。こんな感じで母ですね。次。えー、金婚式の金ですね。 はですね太いのから行って最後また太いから細いでまた太くですね。で、ここも普通にこう書いてここ顔を書きます。で、最後細いから太いこんな感じですね。太いのからこうしてこんな感じですで。あともう一個の書き方はこっち太い細いからこっち細くしてこれもよく僕はやります。 はい、今回こっちでいきましたいです、ね、こんな感じに書きましたがいつもはですね実はあのこっち細くしてるんですがで、太くきて細くきてここはずっと細くてここ丸くこんな感じにしてるんですが今回ねちょっと細いと金色がこれ見たらいいかな。 あの後ろのパステルと被って見にくいので、えー、そのまま太くしましたなので今回はここ太くここ太くしといてで太く細くで丸は太いとこと細いとこ入れながらこんな感じですねはい次式ですね式は、えー、ちょっと波をつけながら くから細くですであとはもう普通にこう書いて最後ぐるぐるです太いから細いでちょっと波をも波をつけてこんな感じでしたはいえー、おめでとうとかもねあのおめでとうだけで動画ありますのでまだそれも上ポチッと見れるかなあの上げときますので、えー、見てください、えー、先ほどもお伝えしました オンラインの筆文字の講座をやっております。もう手っ取り早く書きたいなって方、あの全員書けるようになります、えー。センスとかいりませんし、字が上手い、下手も関係ないです。全員が上手くなります。あの書けますのでね、えー、ぜひとも書いてみたいなとか書けたらいいなって方は、ぜひとも受けてください。で最後に、こういう動画、もっと見たいなって方はチャンネル登録と。 高評価ポチッと押してもらえると嬉しいです。はい。じゃあ、えー、今日はこれで以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。